ベルナルド・シューバは、ポルトガル・リスボン出身のサッカー選手。マンチェスター・シティ FC 所属。ポルトガル代表。ポジションはミッドフィールダー。ベンフィカ2002年に、地元、リスボンを本拠地とするベンフィカの下部組織に入団。2013年に B チームに昇格し、38試合7得点を記録。2013年10月19日に行われた。 達サでポルトガルのシンファンイス戦でトップチームデビューを果たしたがポジションをつかむことはできなかった。モナコ2014年に同郷のレオナルド・ジャルディムが率いるリーグワンのエース、モナコへレンタル移籍。ハメス・ロドリゲスやラダメル・ファルカオラを失ったチームの中心選手として期待以上の結果を残し、2015年1月には完全移籍と2019年までの契約を勝ち取った。 最終的に2014から15シーズンには UEFA チャンピオンズリーグで CL デビュー戦を含む7試合出場しモナコのベスト8進出に貢献した。2016から17シーズンには2016年10月18日に行われた UEFA チャンピオンズリーググループリーグチェスカモスクワ戦で同点ゴールを決めるなどの活躍を見せモナコのベスト4入りに貢献。 2017年1月17日のオリンピックマルセイユー戦ではにゴールを決め、最終的に8得点を記録し、モナコのリーグアン制覇に貢献した。マンチェスターシティ2017年5月26日、マンチェスターシティ FC に完全移籍することが発表された。8月12日、ブライトン戦でセルフィワグエロに代わって途中出場し、 プレミアリーグ初出場を果たした。10月14日、ストークシティ FC 戦で遺跡後初ゴールを挙げた。遺跡初年度にプレミアリーグ制覇を経験した。2019年3月13日、クラブとの契約を2025年まで延長したことを発表した。2018から19シーズンは、マンチェスターダービーでゴールを決めるなど、公式戦51試合に出場し13得点を、 記録する活躍を見せ、ピーフ、ベストイレブンに選出された。さらに、クラブのシーズン最優秀選手に選出された。2018から19シーズン、ラヒーム・スターリングを左ウィングに、シューバを右ウィングに置く形が固定され、序盤からポジションを確保する。9月21日のワトフォード戦で、ハットトリックを決め、8から0での勝利に貢献した。 2013年からポルトガル U-21 代表に招集されており、2015年に行われた U-21 欧州選手権2015では、準決勝のドイツ戦で先制点を記録し、5から0の対象に貢献。決勝のスウェーデン戦では、PK 戦の末に敗れたが、大会を通して活躍し、大会ベストイレブンにも選出された。 世代別代表での活躍が評価され、2015年3月に行われたカーボベルデ戦で A 代表デビューを果たした。2016年9月1日のジブラルタルとの親善試合で代表初得点を挙げた。UEFA ネーションズリーグ2018から19では準決勝のスイス戦で、クリスティアーノ・ロナウドの決勝点を決勝のオランダ戦で、 ゴンサロゲデスの決勝点をそれぞれアシストするなど、ポルトガルの優勝に貢献し、大会最優秀選手に選ばれた。モナコ時代、ありがとうございます。